はい、こんにちは。今日はですね、ウクライナ情勢についてお伝えしてまいります。まずはニュースを読んでまいります。ウクライナ軍がドニプロ川東岸に拠点との分析、反攻につながるか注目。アメリカシンクタンク戦争研究所 ISW は22日、ロシアの軍事ブロガーが投稿した写真の分析などから、ウクライナ軍が南部ヘルソン州のドニプロ川東岸に拠点を設けたとの見方を示した。ドニプロ川東岸はウクライナ軍が計画する領土奪還作戦の目標の一つとされており、ウクライナ軍の反攻につながる動きになるか注目される。州都ヘルソン市の対岸のドニプロ川東岸地域には幅数キロにわたって湿地帯が広がる。ロシアの複数の軍事ブロガーが20日以降、ウクライナ軍の部隊が東岸に上陸し、この地域に拠点を設けていると指摘した。 ISW は投稿された写真から、ロシア軍がこの地域や東岸とヘルソン市とを結ぶアントニウスキー橋のたもと付近の支配を失った可能性があると分析した。2022年11月以来、ドニプロ川を挟んで両軍の睨み合いが続いてきたが、指摘が事実なら戦況が変化したことになる。 ISW によると、ウクライナ軍の拠点は州都ヘルソン市の南方10キロ前後の地点とみられる。同軍が一定の陣地を構え、補給路を確立した可能性があるという。ウクライナは同州のほぼ全域をロシア軍に制圧されていたが、昨年11月に州都ヘルソンを含む西岸を奪還した。このように報道されております。ウクライナ軍がウクライナ南部ヘルソン州のドニプロ川東岸に渡河し、拠点を設けたとの見方が ISW から指摘される中、この指摘が事実だとしますと、なぜロシア軍はウクライナ軍の渡河を阻止することができなかったのでしょうか。可能性としてはいろいろ考えられると思いますけれども、2つほど考えられると思われます。1点目、一部の軍事ブロガーはロシア軍の砲撃速度が遅いためにウクライナ軍が対岸に上陸できたと指摘しております。この指摘が事実だとしますと、ロシア軍の砲撃速度が遅い理由として、ロシア軍の砲弾不足の可能性は考えられるかもしれません。ロシア軍の使用している砲弾には錆びて使い物にならない古い砲弾も支給されているとの指摘が報道されております。またロシア軍の撃ったロケット弾を調べると、製造番号が新しいことが指摘されております。これは作ったらすぐ使っているということの証左であると思われます。こうした背景から、ロシア軍がドニプロ川を渡河してくるウクライナ軍に対して砲弾不足などの理由もあり、砲撃が十分にできなかった可能性は排除できないように見えると思います。2点目、ウクライナ南部ヘルソン州に展開しているロシア軍の練度の問題、訓練不足などの問題も可能性としてあるかもしれません。昨年まだロシア軍がドニプロ川西岸を占領しており、ウクライナ軍がドニプロ川西岸ヘルソン市奪還を試みていた時、ドニプロ川西岸に展開するロシア軍には精鋭部隊もおりましたが、多くの訓練不足のロシア軍兵士が配備されているとの指摘がありました。2022年7月27日、次のようなニュースが報道されておりました。2022年7月27日のニュース。元陸上自衛隊東部方面総監渡辺氏、ロシアはヘルソン州の全てを保持する能力はない。ロシア占領下のドンバスで動員され、ヘルソンに配備された訓練不足のロシア部隊が増加していることも指摘されていて、人手不足が続いていることを示唆しています。彼らは塹壕の完全なラインを構築することができません。せいぜい人口密集地や道路の交差点を守備するくらいでしょう。多くの場合、彼らは行動を調整することができません。またロシア軍はドンバスでの攻勢を大幅に減らすか放棄しなければならないため、南部地域に迅速な援軍を送ることはできない状態です。このような指摘分析が報道されておりました。こうしたヘルソン州に展開しているロシア軍の状況は、原則的に今も変わっていない可能性が考えられるかもしれません。ロシア軍が昨年ドニプロ川西岸から東岸へと撤退した後、ロシア軍の精鋭部隊はウクライナ東部に配備されたと見られています。そうだとしますと、現状ドニプロ川東岸のヘルソン州の地域には練度の低いロシア軍部隊が多く展開している可能性も考えられると思います。また流出したと報道されているアメリカ政府の機密文書によりますと、ヘルソン方面のロシア軍は1万5650人と報告されております。つまりまとめますと、ドニプロ川東岸のヘルソン州のロシア軍部隊は訓練不足や練度が低い可能性、そして人数も1万5650人と多くなく
さらに砲弾不足などに直面している可能性、こうした可能性も否定できないように見えると思います。だとしますと、ウクライナ軍がドニプロ川を渡河し東岸に拠点を設けたとの指摘が報道されていることも軍事的合理性を持って説明がつくように見えると思います。こうした中、 ISW がウクライナ軍が南部ヘルソン州のドニプロ川東岸に拠点を設けたとの見方を示したとの指摘が事実だとしますと、ウクライナ軍は今後ドニプロ川東岸に設けた拠点などを足がかりとしてさらに拠点を広げ、その後ヘルソン州奪還に向けて一気に進軍する可能性も排除できないように見えると思います。またはウクライナ軍がドニプロ川を渡河しヘルソン州奪還に向けて進軍する動きを見せて、ウクライナ南部に展開するロシア軍がヘルソン方面に対応せざるを得ない状況を作り出し、同じタイミングでザポリージャ州方面に展開するウクライナ軍がメリトポリ方面、ベルジャンシク方面、マリウポリ方面へ抜けアゾフ海に到達するというシナリオも考えられると思います。こうなってまいりますと、ロシア軍はウクライナ軍がドニプロ川を渡河しヘルソン方面から進軍してくるのか、ザポリージャ州方面から進軍してくるのか、見極めが難しい情勢と直面している可能性があるように見えると思います。こうした中、 ISW から次のような報告がされております。原文が英語でしたので僕の方で和訳要約させていただきました。ご了承ください。ウクライナ軍とおそらくパルチザンはウクライナ南部の後方地域にあるロシア軍の兵站物流ルートを標的にし続けています。ロシアがクリミアの首長に任命したセルゲイ・アクショーノフ氏はロシアの防空部隊がクリミア大橋ケルチ海峡橋を標的とした不特定の兵器を撃墜し橋への損害は出なかったと主張した。ロシアの情報源は使用された兵器がウクライナの無人偵察機であるかグロム2短距離弾道ミサイルシステムから発射されたミサイルであるかについて主張が対立しており、ロシア当局が武器の種類を知らないか開示していない可能性があることを示している。ロシアの占領当局はまたウクライナのパルチザンがザポリージャ州の占領下にあるメリトポリの鉄道車両基地を爆破したとして非難した。このように報告されております。4月14日の朝もメリトポリのロシア軍鉄道車両基地近くで爆発が起きたと報道されておりまして、そこにはロシア軍が設備を備蓄し修理基地を設置していたと報道されております。こうしたことから今回の ISW の報告を含めますと、メリトポリのロシア軍の鉄道車両基地などは2回損耗を受けていることが指摘報道されていることになりまして、このことはウクライナ南部に展開するロシア軍の兵站物流ルートに打撃となる可能性が考えられると思います。また ISW の報告の中に出てくるウクライナ軍のグロム2短距離弾道ミサイルは以前もロシア国防省が迎撃したと発表しており、さらにクリミア半島に対しても使用された可能性が報道されておりました。原文が英語でしたので僕の方で和訳要約させていただきました。ご了承ください。ロシアがウクライナの新型グロム2ミサイルを初めて撃墜。ロシア国防省は3月30日、ロシアの防空システムがウクライナの新型作戦戦術ミサイル、グロム2を初めて撃墜したと発表したとロシア通信社 RIA ノーボスチは伝えた。ソ連の崩壊後、ウクライナの設計会社ユジノエ・ドニプロは、グロムとして知られる運用戦術ミサイルシステムを作成しました。このプロジェクトは2013年に初めて発表されました。通称サンダーとして知られるこのミサイルの射程は、バリエーションに応じて 50km から 500km です。輸出用に開発されたグロム2は射程が約 280km の地対地短距離弾道ミサイルです。このシステムの最初の写真は2018年にウクライナ軍のウェブサイトによって公開されました。この最先端のウクライナのミサイルについてはほとんど知られていないが、一部のメディア報道はロシアのイスカンダル短距離弾道ミサイルと競合する存在になっていることを示唆している。ただウクライナ軍にこのミサイルが配備されたのか、それともロシアの防空部隊によって迎撃されたのかはまだはっきりとは確認されていません。ウクライナがウクライナ国内または国外にミサイルの生産施設を設置できた場合、ロシアはロシア領土に対してより頻繁かつ致命的な攻撃を受ける可能性があります。最新型の2発のミサイルがウクライナ領土から発射されクリミアの町で撃墜された。ロシアが任命したクリミア首長、ウクライナの領土から発射されたミサイルがロシアが一方的に併合したクリミア半島の黒海に面した町フェオドシア上空で撃ち落とされたとモスクワに設置されたクリミア行政長官が4月8日の土曜日に語った。
ウクライナから発射されたミサイルがフェオドシア上空で撃ち落とされたとロシアがクリミアの首長に任命したセルゲイ・アクショノフ氏はテレグラムで述べたが、問題の発射体の種類については詳細を明らかにしなかった。クリミアの東に位置するフェオドシアは最も近いウクライナの支配地域から約 300km、186マイル離れています。ウクライナ政府は4月8日土曜日にコメントはしなかった。ウクライナがその範囲を射程に収めるミサイルを所有していることは確認されていない。ウクライナが使用しているアメリカ供給のハイマースの射程は約 80km です。ワシントンは射程約 150km の GLSDB を供給すると約束したが、ウクライナはまだそれらの受領を確認していない。クリミアのフェオドシアで爆発音。クリミアのロシア占領当局はウクライナから発射されたミサイルを撃墜したと主張している。ネット上では住民が少なくとも2回の爆発音を聞いたと報告しており、爆風は建物を揺らし窓を粉々にするほどの強さだったと述べています。ロシアがクリミアの首長に任命したセルゲイ・アクショノフ氏の顧問であるオレグ・クリチコフ氏はフェオドシア地域で防空システムが作動したことを確認した。アクショノフ氏はウクライナから発射されたミサイルがフェオドシア上空で撃墜されたと主張した。ロシアのメディアはウクライナのミサイルの破片であると彼らが主張するものの画像を公開しました。このように報道されておりました。ウクライナ軍のグロム2短距離弾道ミサイルの可能性が指摘されるのは、今回の ISW の報告の中に出てくるクリミア大橋への件を含め3回目ということになると思います。もしウクライナ軍が約 300km 前後射程に収めると考えられる、あるいは見られているグロム2短距離弾道ミサイルを保有実戦投入しているのだとしますと、今後もクリミア大橋に対して使用される可能性は考えられると思います。またもしウクライナ軍がグロム2を実戦投入しているのだとしますと、今後ウクライナ軍がウクライナ南部奪還作戦大規模攻勢を行う際、戦況を大きく変える可能性も考えられると思います。こうして様々な報道を見てまいりますと、ウクライナ軍はドニプロ川東岸へと溶かし、ヘルソン州奪還作戦を進めながらクリミア大橋破壊を行う可能性も排除できないように見えると思います。また4月に入ってからロシア軍の後方を叩くウクライナ軍の攻撃攻勢が強まっており、ウクライナ軍はザポリージャ州のロシア軍の戦略目標15箇所を攻撃し、そのうち7箇所はメリトポリとの分析もあります。このことからウクライナ軍がザポリージャ州メリトポリベルジャンシク方面へ攻勢を強め、アゾフ海へと抜けクリミア大橋を無効化する可能性もあるかもしれません。いずれにいたしましても、ウクライナ軍の南部奪還作戦は徐々に始まっている可能性があるように見えます。こうした中、ロシア経済について次のような指摘分析が報道されております。ロシア財務省によりますと、ロシアの財政収支は1月マイナス1兆7610億ルーブル、2月マイナス8200億ルーブル、3月1810億ルーブルです。1月から3月の財政収支は約2兆2400億ルーブル、約3兆9000億円の赤字。これは2023年の政府想定赤字幅の8割超になります。前年同月比で見ると3月は財政収支が改善しやすい月であることが言えますが、それに対して今年はもっと小さいことから、前年差で見ると依然としてロシアの財政収支は悪化しているということが言えると思います。さらに今年の後半から主要国の経済が後退に入ってくる見方が強まっています。そうなりますと原油価格が下がり、ウラル原油に関してはそれ以上に下がり、採算割れする可能性があります。そうなりますと制裁措置以上にロシア経済に打撃になる可能性があります。このように報道されております。もしこうした情勢が発生しますと、ロシア経済に打撃となるばかりか、プーチン政権としてはウクライナ侵略の戦費が枯渇する可能性も排除できないように見えると思います。ウクライナ情勢は大きな局面を迎え始めているように見えます。こうした中、西側諸国は今こそさらに一致団結し毅然とした姿勢を示し、ウクライナを支援し続ける、このことが非常に重要であります。国際社会の平和と秩序を守り抜く、ウクライナの平和を守り抜く、このことが最重要であります。そして1分1秒でも早くウクライナに平和を取り戻す、このことが最重要であります。ありがとうございました。この YouTube のチャンネル、ネット大衆紙ブルーカラーへのチャンネル登録よろしくお願い申し上げます。また YouTube にはサブチャンネルブルーカラーラジオもございますので、そちらも Twitter と合わせて
ご登録の方よろしくお願い申し上げます。